今回は財産評価の基礎の論点についてお話ししたいと思います。まず本題に入る前に相続税の計算手順について復習させてください。相続税の計算の流れをざっくりと説明しますと、まずは亡くなった人が残した財産の価格を計算します。これは すべての相続人などがそれぞれどれだけの財産を承継したのかというものを合計して求めます。その後、ここから基礎控除を引いて相続税の総額を計算して、これを各々が承継した財産の割合に応じて分担する形で各相続人などの相続税額を求めます。そして最後に、 求められた各相続人などの相続税額を加減算調整して、個々人の最終的な納付税額を計算するという仕組みです。ですから、相続税の計算というのは、一番初めの各相続人などの課税価格さえ求めることができれば、あとは機械的に流れに沿って計算するだけですから、各相続人などの課税価格の計算が終われば、 相続税の計算は9割方終わっていると言えます。相続財産の評価については、財産評価基本通達というものによって、財産の種類ごとに評価方法が指示されていますから、これに従って評価を行います。そうして求められた金額を相続税評価額といって、基本的には自家評価することとされていますが、 財産の種類によって評価方法はまちまちです。そこで次回以降、各相続人などが承継した財産をどのように評価するのかということを説明していきたいと思います。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。